いざ尋常に一本目勝負。うわっ、しれみ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 、くるれ、満足してないぜ。許す。2本目勝負。しれみ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 、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 しれみ
徳川義虎。悪くねえ勝負だったぜ。じゃあな。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。無事に静か御前の城下昇天を見届け、江戸への帰路に着く義虎。日の本を覆い尽くしていた邪気は薄れ、今や空は元の色を取り戻している。城下の影響であろうか、鬱屈した邪気からの解放を喜ぶように、辺り一面には見事な桜が咲き乱れていた。後日、恋人たちを招いた義虎はとある座敷にて談笑していた。ふとした拍子に彼女たちの口から各地での出来事について噂話がこぼれる。町での暴動、貧困で苦しむ村、民は未だ苦しみ、邪気の禍根はくすぶり続けていた。物憂げな義虎を気遣うように彼女たちは次の旅先を訪ねた。義虎はかつて友と交わした言葉、この国を良き国へと導くという誓いを改めて思う。己もまた徳川の名を背負う者、たとえ困難な道程であろうと歩みを止める気はさらさらない。月が映り込んだ杯を傾けながら、海の向こうへ渡るのも一興かと義虎は一人つぶやくのであった。この国をいい国へ導くか。どれだけ道が険しかろうと、あんたの頼み絶対に成し遂げてみせるぜ。侍ショーダウン。